電力広域的運営推進機関は、電気事業法に基づき、日本の電気事業の広域的運営を推進することを目的として設立された団体である。日本のすべての電気事業者が、機関の会員となることを義務付けられている。機関は、会員各社の電気の受給状況を監視し、受給状況が悪化した会員に対する電力の融通を他の会員に指示する。 略称は、広域期間、またはアクトである。2016年7月の総配電等、業務指針によると、発電電力の送電網への給電は、供給過多になった場合、まず火力発電の電気から絞り込まれ、その後、バイオマス発電、自然変動電源、長期固定電源の順で抑制される。1999年、第145回国会において、電気事業法及び、 ガス事業法の一部を改正する法律が制定され、この法律に基づいて2000年3月に大口の需要化に対する電気の供給が自由化された。このために従来の電力会社以外の事業者が従来の電力会社が所有、管理する電力系統を借りて、その事業者の発電所から離れた大口の需要化に電気を供給することができるようになった。自由化によって新たに 電気事業に参入した企業は従来の電力会社と顧客を奪い合う競争関係にある一方で従来の電力会社から電力系統を借りる立場でもある。このため新規事業者が電力系統を公平な条件で利用できることが健全な競争と電気の安定供給のために必要なことであった。そこで電力系統の円滑な運営を支援するための 中立の期間が必要と考えられたので、2003年、第156回国会において、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律が制定された。2004年、この法律の施行により、電気事業法第6章に、送配電等業務支援機関に関する規定が新設された。経済産業大臣は、2004年6月、この規定に基づいて、 電力系統利用協議会を総配電等業務支援機関に指定した。以来、協議会は役割を果たしてきたのであるが、2011年の東日本大震災、福島第一原子力発電所事故の後、電気料金や電気の安定供給に対する日本国民の関心が高まる中、日本政府は2013年4月、全面自由化と安定供給を両立する。 電力システム改革を段階的に進めることを決定した。全面自由化の際に安定供給が損なわれないように中立の機関の権限を強化する必要が生じた。このため2013年11月第185回国会において電気事業法の一部を改正する法律が制定された。この法律の施行により2015年4月1日に 電力広域的運営推進機関が設立された。同時に、送配電等業務支援機関に関する規定は、削除されたために、従来の電力系統利用協議会は解散した。電気事業法、第28条の4電気事業法、第28条の11第1項電気事業法、第28条の40組織情報、電力系統利用協議会を、 総配電等業務支援機関に指定しました。電力システム改革について、広域的運営推進機関の設立を認可しました受給状況改善のための指示の実施について ADR、ER、認証取得について、認証紛争解決事業者情報。ありがとうございます。